まあ、先ほど解説したんで11球目に行きたいと思いますけれども、さあ青い兄貴を使うのが林さんの兄貴で、ノーマルから残りを使うのがジョニオさんのゴリラ。ジャンシーカウンターで決めて、これは非常に美味しいところだが、林さんが小足をこすっていって、逆にコンボに持っていくダブルサマスから、まあゴリとね、伊達さんに関しましては非常に拾いに行くんで、兄貴のダブルサマスからジャンシーからの防衛拾いが難しいキャラ一覧になりますと、まあ本棚が続いてゴリと伊達になるんじゃないかなと思いますけれども、さあ横でうるさい声が上がりましたね。林が埋められてざまな展開、これは美味しい。いやーみんな歓喜ですね。いいよいいよいいよ、ジョニオさんいいよ、もっとやっちゃっていいよ。さあ埋まって、林さん今どんな気持ちいい、気持ちいいですって感じですね。はい。林さんが絶対殺すと意気込んでいる。これは面白い展開になってきた。バルスで2回でピザステ決めて、そうですね、いやそう、ジャンシーでバグステボスするんですけども、2回バグステしちゃうとなかなかね、持続コールが難しいんですね。そしてジョニオさんは66年組の生冷静ですね。ここで2ミーを食らってしまい、ダブルサマス、このおっとこれうまい。さあ対する林さんの2強は100で、ニオーをニオーを呼んでいく。呼ぶしかないっていうか、俺アッパー決めて金稼いだ方が良かったと思うんですけど、まあいい。さあ、ニオを呼んで、壊れやすいニオちゃんだが、さあ、純真アート、さあ、きっちり、半兵衛を潰して仕事を果たしたか、そしてタークも迫っていきます、ジャスビジー、これ非常にうまいですね。おっと、林できる、きっちりめくりで落ちて、アッパーで金貯めて、いやー、ランナイ。いやー、林さんのね、実況、ほんとしづらいですね。げっちり、なんか知らないけど勝ってるのが林クオリティ。ネタ殺しやって何問い合わせてんだよ、マジうぜえんだけど。ありえないでしょ、全然ネタでもなんでもねえから。さあここでドヤ顔の林さん一色決めて、2をこさってげっちり拾い直しができない。がしかしジャンプ以降に 2B 刺さって叩き落として 2B から、おっとこの中段流れ、これ非常にいくらなんでもダメージ取らなすぎなんじゃないのかな。そこでエリアのカウンターで決まって、おおところで場内決まったが、げっちり抜けている。そこら辺は林さんゴリ対できてる。なぜか半兵衛が死に出てきたが、 A グル決まって B グル投げてさあ2を壊そうとしたがダメだった。ここで着地の隙に決まってメッキを呼んでいく。さあ早木が、あ林だ、林が向きになって呼んでいくがうせさあタッチミーからジャンエンめくり、ここはきっちり注意見えていたが、さあこれ分からなかったぞこれでビーグル決まって、アッパー決まって、その後の追撃は一切なし。ここで安全決まって、援軍カウント、 2B が決まって、さあ林ザマーな展開、これは非常にザマー。さあメッキなんて呼ぶから、いやーマジザマー、いやジョニオさんナイスすぎる、マジ GJ。さあそしてポンプ中がかなりご立腹ですねさあチームメイトに対して何負けてんだよと、あんだけ優勢に進めてたのに何負けてんだよと、まあ当たり前ですね、それ言うわと。さあ対処戦参りましょう。ポンプ中の信長対するはピザカツさんのホンダムまあこの組み合わせ、まあどうなんですかね、まあ人によると若干ホンダムが有利なんじゃないかなっていう人は結構多いんですけどね、まあでも単身いっちゃえば話は別なんで、まあそんな気にすることもないんじゃないかなと思いますけれども、そして人数が余ってるので試合の方を進めていきたいかなと。林さんどっか組んどいてやってないやっといてで今優勢進めているのはジャンビー当てて、そうですね、オンプチの方ですね、シピピで返してバックステガリの声だったが、おっと今のうまいね、エリアルをげっちりジャンプキャンセルできるわ、でジャンプキャンしてガードしていく。さあジャンビーがカウントして、ここはきっちりシピピで返していって、お互いダイブと一緒ぐらい。さあここもシピピで返して、さあエリアルは
先に到着したのは家康だったが、おっと恩中が一応の取っていく。やるねやるやるさあ林がやるじゃんと褒めていく。林は黙れさあここでジャンシー完全に食らってしまう。おっとうまいがうまくない、これが引き出さず。さあここで見せてしまい、ファンデの終了帽子が出てしまったが、着地と見せかけて飛行中断、これは見えない。ゲッチにさあ飛行後決めていって、ファンデルゴンも立ち B から2周繋いで、プギャープギャー4回出してエリアル当てて、さあここから作業モードに突入と。さあここからゲッチに ABF 繋いで、作眼から家康出してスタイチポイント稼ぎつつ、ファンデルを刻め、これが非常に強い投げが決まって、さあ非常にいい流れでピザカズが取り返す1-1。さあゲージ状況を見ましては、若干のカーズが4なんで、優位に進めてるかなと思いますけれども、ここねジャンビー食らってしまい、飛行コンからゲージファンデルーブ、しかしジャンビーで暴れていって、連続カードだったが、ここで連続カードが途切れてしまい、逆にファンデルーブ、しかしここは多く出しすぎたので収納ボーションが出てしまう。ここはガンキャンで返して、おっとー、当たって、これ非常に美味しいところだったが、ここも見せてしまう。これ下段の立ち火2段目食らってしまった、投げが決まって、おっとこれ非常に美味しいところ。さあたまらせんことはもちろんそうですね、ここで収納モーションが出てしまう。ジャン A 決まって 2C から黒木が遠すぎるか、ここでジャンシで暴れていってエリアル決めて、さあただいま援軍いない状況なので、この時間に本州なんとかしたいところだが、ここでファンネル呼んでいって、さあ家康潰してジャン A 決まって、これわからない、空中での電磁形態はかなりゲージを削る。さあここで立ち A 決まって、さあ勝ったのはピザカズホンダム。さあピザさんとジョニーさんのチームが2-0で勝利ですね、おめでとうございます。ゲームオーバー。